千代田区神田小川町。2018年4月、北カレーさんへお伺いいたしました。2012年10月15日にオープンした北海道生まれのお店は、北カレー、小樽カレー、札幌スープカレー、十勝バターチキンカレーと、東京で北の大地の味を楽しめます。夜には串揚げと各国のビール、ワインがたしなめます。店長のおすすめは看板メニュー北カレー。20数種類の厳選されたスパイスを使った北海道スープカレーと、豚骨と鶏ガラからとったラーメンスープが融合したループカレー。大きめの13種の野菜、トマト、ナス、ブロッコリー、じゃがいも、キャベツ、カリフラワー、オクラ、ピーマン、レンコン、ヤングコーン、ほうれん草、かぼちゃ、マッシュルームがたっぷり入ったヘルシーで食べ応え十分な一品です。小樽カレーはチーズをオーブンでじっくり焼いたドリアのようなカレー。香ばしいチーズの匂いとスパイスが食欲をそそります。チキンカツカレーはサクサクジューシー、甘口でお子様にも喜ばれるボリューム満点の一品です。神田カレー街で北海道を感じられる北カレー。しかし2018年5月、惜しまれつつ閉店をされることとなりました。2018年4月25日夜の部。入り口には本日貸し切りの看板。この日、神田カレーファンクラブの有志により感謝の宴が開催されました。オードブルに始まり、夜のメニューの串揚げ配膳はメンバーにて協力、看板メニューの北カレー、キーマカレー、十勝バターチキンカレーが並びます。ここでこっそりループカレーの味の秘訣をお伺いしました。入れすぎもダメだし、入れなさすぎも美味しくない。だから、豚骨鶏ガラ入れてますよって言っても、どのくらい入れていいか分かんない。全然平気なの。経験に培われた店長の腕が味の秘訣でした。メンバーが協力して開催した会は、ホームパーティーのような盛り上がり、そして店長へのお花のプレゼントと感謝のメッセージ。とても温かな会は、思い出とともに静かに老けていきました。皆さんに一つこんなものをもらいましたありがとうございます。涙出るな。なんて言っていいかわかんないんですけど、すごく可愛がってくれて本当に嬉しかったです。5年5ヶ月持ちましたけど、ちょっとここで、お休みさせていただきます。また違う来年再来年できるんだったらやっていきたいと思いますんで、その時またよろしくお願いします。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。